チームナックスは森崎博之、安田健、筒木茂之、大泉洋、小藤拓心の5人による日本の演劇ユニット。略称はナックス。北海道札幌市中央区にある芸能事務所クリエイティブオフィス級に所属。東京都にある大手芸能事務所アミューズと業務提携を行い、北海道以外の全国区の仕事は、 すべてアミューズが手掛けるというシステムをとっている。結成当初のグループ名はチームナックス。2005年10月よりチームとナックスの間のハイフンが取れ、現在のチームナックスの表記となった。全員が北海道出身。また全員が既婚で子供がいる。以下の順番は北海学園大学演劇研究会時代の学年順である。 森崎は1990年に入学。同年齢である3人のうち、安田は現役で1992年、栃木は一郎で1993年、大泉は二郎で1994年に入学。大泉は現役で1994年に入学した弟、同学年。しかし、大泉が年上であるので4番となっている。また、森崎と安田は、 それぞれ二流と留年なしで1996年に卒業。大泉は留年なしで1998年に卒業。と次と弟はそれぞれ二流と一流で1999年に卒業している。なお、クリエイティブオフィス級公式サイトのプロフィールでは、大泉、安田、森崎、と次、弟の順に掲載されている。サブリーダーは、北海道テレビ、 花たレナックスで行われていたリーダー、森崎の担当企画での優勝者に与えた優勝特典だった。1996年3月7日に当時、北海学園大学の演劇研究会に所属し、中の良かった5人により、大学を卒業する森崎、安田の卒業制作として思い出作りに行われたレター変わり続けるベクトルの障壁のための1回。 限りのユニットとして結成。森崎、安田の大学卒業と共に解散し、森崎、安田は会社に就職するが、9から10ヶ月で会社を退職。森崎の呼びかけで、1997年8月のリカバーへ描き続ける、もう一つの結論で再結成した。以降、北海道で舞台公演を行う。2004年5月のルザーを失い続けるアルバムで、 初の東京公演2005年4月から9月のコンポーザー響き続ける戦律の調べで初の全国ツアー公演を行っている。現在ではユニットとしての活動のほか各メンバーの俳優、タレントとしての活動も活発に行われておりその知名度は全国区になった。全国区では個人の活動があるになっており全員が集まるのは主に 三年に一度行われる舞台の本公演と北海道テレビ、花タレナックスのロケ時に限られる。しかし、本公演の時期等には宣伝活動の一環でユニットとしてテレビ等の各種媒体に露出するようになっている。また、メンバーがテレビドラマや映画で共演することがある。現在、チケットの入手が困難な演劇集団の一つに数えられており、 日本一チケットが取れない劇団とも言われるなど、全国区の人気を確立することとなった。中でも地元、北海道では、現在も人気が高く、メンバーが出演する番組やドラマでは、高視聴率を獲得している。アミューズでは、これまで、道理北海道の仕事を大切にしていくという方針を徹底されており、東京での個々の活動が多くなった現在でも、 花たれナックス等の北海道の番組にメンバーが出演している。チームナックス結成の舞台となった北海学園大学1990年4月、北海学園大学演劇研究会に森崎博之が入部。森崎が入部当初の会員数は4名だった。1992年12月、安田健が演劇研究会に入部。安田はジャズ研究会。 グリークラブ ESS と転々した後の入部であった。翌1993年4月には、つつ茂之が入部。そして、1993年4月、大泉洋と弟拓信が演劇研究会に入部し、5人が揃う。お互いの第一印象はあまり良くなかったが、モノマネ等を通して、5人は仲が良くなり、一緒によく過ごし。 たびたび旅行に行くなどしていた。1996年3月、当時、森崎、と次、大泉、おとうが所属していた、稲田広主催の劇団稲田組の予定されていた、公演が、脚本が間に合わず、延期となり、稲田組側から押さえてあった劇場で公演をやったら、どうかと提案を受ける。そして、大学を卒業する、森崎、 安田の卒業制作として思い出作りに旗揚げ解散公演と名打ち札幌の衝撃場でレター変わり続けるベクトルの衝撃を行う。こうして199年3月7日にレターのための1回限りのユニットとして5人で結成したのが始まりであった。また北海道テレビモザイクな夜 V3 のお見合い企画にレターの宣伝で出演し、 メンバー全員が揃っての初のテレビ出演を果たしている。森崎、安田の大学卒業とともに解散し、森崎は上京して、東京の証券会社に、安田は地元の総合病院の事務職に就職した。しかし、リーダーの森崎が入社から9ヶ月後に、証券会社を辞め、安田も入社から10ヶ月後に総合病院を退職。森崎の呼びかけで、 1997年8月のリカバーへ描き続ける、もう一つの結論で再結成する。森崎が再結成を呼びかけた時、安田、と次に、音は喜んだものの、大泉は演劇をするか、就職するかで揺れ動いてたため、手放しでは喜べなかったが、森崎から人生なんとかなると言われ、誘いに乗ることにしたという。再結成後、1998年の、 フィーバー眺め続けた展望の行方で正式に演劇ユニットとして指導し、以降、札幌でおよそ1年ごとに舞台公演を行っていた。再結成当時は安田と大泉以外の3人はクリエイティブオフィス級所属ではなくメンバーが揃っての活動が困難だった。しかし、当時のクリエイティブオフィス級の社長であり、俳優、タレント、映画監督などとしても活動する。 鈴井孝幸に大泉と安田が5人で活動がしたいと自家判し1999年にフリーで活動していた森崎が加入2000年には他の事務所に所属していた突起と々が移籍したことで全員がクリエイティブオフィス級所属となったメンバーの移籍及び公演制作にはクリエイティブオフィス級の現社長の伊藤歩美が副社長であった頃から手がけている ただし、鈴井孝之は、自身も演劇人であるという立場から介入していない。なお、大学時代に森崎が手掛け、他のメンバーも出演した、北海学園大学演劇研究会第41回定期公演、チェアから立ち続けることは苦しいからを、鈴井孝之が雑誌で批評し、森崎と論争になったことがある。また、1996年から2002年まで、 レギュラー放送され、大泉がレギュラーで、安田が準レギュラーで、その他メンバーもゲストで出演した北海道テレビの水曜どうでしょうなど、メンバーそれぞれが北海道各局のテレビ番組、ラジオ番組に出演する。2001年から2004年まで北海道テレビで放送されたドラバラ、鈴井のすはメンバー全員がレギュラー出演。2001年にはヤージーで、 冠ラジオ番組ナックスガッタ ME の放送が開始。2003年には北海道テレビで冠番組花タレナックスの放送が開始。公演以外では主に深夜番組に出演するローカルタレント集団として活動していた。水曜どうでしょうのヒットをきっかけに大泉目当てに演劇に関心のない人が足を運ぶようになったことで2002年の 棒を戦い続けた兵たちの誇りでは演劇文化が活発でない北海道では異例の9500人を動員するなど公演は観客数が伸び2000年代初めには北海道内で圧倒的人気を確立するようになっただが鈴木歩美は地デジ化への設備投資が負担になり地方局が番組作りに 十分な資金を回せなくなるという不安と、地元北海道限定の活動では彼らの能力を伸ばしきることはできないという危機感を抱き、全国展開を模索。その後、2002年の本公演を戦い続けた兵たちの誇りを感激し、将来性を感じたサンシャイン劇場の山本、和彦プロデューサーから2年後に、東京で舞台公演を行ってほしいという誘いを受けたことを、 きっかけに東京進出の準備に入った。2004年5月にルサを失い続けるアルバムで初めて東京での公演を行い、東京に初進出。また、2004年12月15日に大手芸能事務所アミューズと業務提携を行い、以後は道内の仕事はクリエイティブオフィス級、道外の仕事はアミューズが手掛ける形となる。 アミューズとの業務提携後の初事業は、同年12月21日、22日に行われた、ルザーを失い続けるアルバムの東京アンコール、公演であった。アミューズとの提携直前に、鈴木あゆみが、これからは全国を相手にした仕事をしてもらいますと、告げたところ、東京で本格的に役者の仕事をすることに、前向きな覚悟を示すメンバーたちの中で、 大泉は、ぬるま湯に痛いのに、芸能界なんて、熱湯みたいな世界に行くのは、絶対に嫌だと拒否した。しかし、北海道の成功例を作ってほしいと、再説得したところ納得したという。また、大泉が、2005年1月から3月まで、放送された、フジテレビ制作の、救命病棟24時にて、キー局制作のテレビドラマに初出演。以降、メンバーが、 東京のキー局制作のテレビドラマや映画などに出演するなど全国的に活動するようになった。また、2005年4月から8月にはコンポーザー響き続ける旋律の調べで初めて全国ツアー公演を行う。一方で、ルサを失い続けるアルバムでは東京進出へのプレッシャーを感じ芝居作りが楽しめなくなった。また、 コンポーザー響き続ける戦律の調べ、オーナー守り続けた痛みと共にでは、東京進出によって、東京の他の劇団の舞台を見たり、ドラマや映画で、技量や表現力が格上の俳優と共演したことで、舞台の質を上げなければいけない、感じたことに加え、舞台の公演を関係者に見てもらい、ドラマや映画の役を取らなければいけない、という考えがあった。また、メンバーに、 ダメ出しされることを受け入れらないと思っていた、という。そのため、メンバー同士の関係が揺れ、芝居を打つほど仲が悪くなると自重するほどに、舞台の制作過程で衝突することが増えるようになった。そして、空気を変えようと、下荒い兄弟のスプリング、はず、カム、では、大泉が自ら名乗り出て、脚本、演出を手掛けたが、稽古では、 過去最悪の空気が流れてしまった。それにより、解散を考えた時期もあった。結成20周年を迎えた2016年頃からは、メンバー全員がナックスとして、半永久的に活動を継続する意向を示しており、マスコミの取材においても、お客さんが求める限り解散はないと断言する、機会が増えた。森崎は、最年少の弟が80歳になる2056年までは、 解散せずに続けたいと話している。その後は2009年の下洗兄弟のスプリング、はず、カムまでは2年の間隔で2012年のウォーリアー歌い続けるサムライロマン以降は3年の間隔で舞台の公演を行っている。チームナックスとしての舞台について記載する。メンバーが単独出演する舞台については各個人の項を参照。1 0 出演の欄の所属劇団は公演当時。解散公演復活公演卒業公演デビュー、公演冒険公演番外公演ときめき公演、約束公演ラインステージ第10回公演全国公演ふるさと、公演第13回公演日本公演第15回、公演第16回公演第17回公演、安田県ソロ公演小地主芸行きソロ公演おとたく。 新ソロ公演チームナックステンスアニバーサリー、チームナックステン、チームナックスフィルムズ N 四十三度チームナックスフィフティーンスプロジェクトゴディファイブディメンションズマイナスチームナックストゥエンティースアニバーサリー、チームナックス XX 北海学園大学演劇研究会定期公演部のテントシバ団水曜天幕団メンバーが全員出演共演した作品について記載する。 特別な記述がない出演はメンバー全員出演。メンバーが単独出演するものについては各個人の項を参照。単独出演のものは各個人の項を参照。テレビドラマバラエティ番組ドキュメンタリー、番組特別番組、テレビアニメーション人形劇メンバー個人で出演しているものについては各メンバーの項目を参照。 長編映画短編映画アニメーション映画メンバー個人で出演しているものについては各メンバーの項目を参照。特別に記述がないものはメンバー全員出演。北海道ローカル放送。すべてアミューズソフトエンタテインメントより発売。ドラバラ、スズイノス、キュードリームジャムボレー関連に関してはドラバラ、スズイノス CD、キュードリームジャムボレー CD の各項目を参照。 シングル参加作品本公演サウンドトラック単品の CD として販売されていたのは、ウォーリアーまでで、悪道以降は映像ソフトなど別の商品に付属する形で発表されている。2019年5月10日より iTunes、Spotify、Line Music、レコチョクなどの音楽配信サイトで、ルサー以降の舞台音楽のデジタル配信が行われている。ありがとうございます。